マスクドコメディアンの覆面ラジオはい、というわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくバチ,バチ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 からの88888 88ということでございますくさてさて、えー、今回はですね、えー、先月 えー、バイカコメディアワーでお世話になっておりますゆるりどころえにしさんの、えー、ご縁で、えー、行かせていただきました「この花けん玉広場に」に、えー、また行ってきまして、えー、前回はね普通に行ってちょっとけん玉、えー、やらせていただいたんですけど今回はちょっとね昇、えー、級試験旧認定のね、えー、試験に挑戦しようということで、えー、行ってまいりましてなんとか。 6級を合格いたしましたパチ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 からの8八八八ですね本当にねまああのー、どういう内容かと言いますとまず10九がですね、えー、大皿っていって横の大きいやつですねにのせたら OK10、OK、回中3回のせたら OK なんですね、えー、その次は9級がその反対側の小皿これも10回中3回のせたら合格。 でで、えー、があのお尻の部分ですねそこに、えー、これまた10回中3回のせたら合格、えー、中皿、えー、そしてですね、えー、79がですねろうそくという技で、えー、先っちょとんがってる方を下にしてそこを指で持って、えー、中皿に乗せるというソフトクリームみたいな形にするこれがえー 7ですね、えー、そして、えー、6九が止め剣といいましてあのとんがった部分に入れるこれが止め剣これもまあ10回中3回入れたら合格ということで、えー、なんとかそこまではスムーズにいけたんですけどこっから急にねまた難しくなるんですよ飛行機という技が、えー、あるんですけども、えー、右手で、えー、球を持ちまして、えー、左手にあの剣の部分を 持って剣を離してブルーンとやらってガシャッと玉、えー、に入れるというこれがね急に難しくなるんですよね5級になるにこれがねやっぱり全然練習してなかったんでこれはちょっとさすがに、えー、無理でして、えー、それまでの6球は一応合格ということなんですけどもやっぱりねまあ剣玉は もうそうなんですけどもやっぱこの試験昇級試験っていうこの緊張感がやっぱりねもうむちゃくちゃいいですねこの一番初めのその大皿19の大皿も普段ちゃんとできてるんですけども一回失敗しちゃったんですよねもうそれでもうえらい動揺してるなと自分でも緊張感やなと思いましたけどこのやっぱ緊張感をね楽しめるようになったらいいという言葉を聞いたことあるんですけども、えー、次はねこの急に難しくなった飛行機をね、えー、なんとか マスターして五、えー、級目指して頑張りたいと思いますく、もうねまああのー、今後ね、えー、子供食堂とか行った時に、えー、お子さんとこうコミュニケーション取る一つのね、えー、あれとしてそのけん玉をちょっとやっていこうというのがあったんですけども、も子供さんがねむちゃくちゃやっぱりうまいんですよね。その吸収も早いし、覚えるも早いし、で、えー、大人方も。 あの何人かいてはったんですけどもね、昔ね、普通で考えたらその、大人が子供に教えるっていうのが普通なんですけども、まあ先生方はね、えー、教えてはるんですけども、大人が子供さんに教えていただいて、こうね、野 <laughs> 球を、えー、どん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 合格していくという、なんかね、不思議な構図になってます。それもまた面白い,い,いですね。えー、本当に、まだまだ、 これ何級まであるのかななダンもあるみたたいなのやってたんですこの間ダン取った方もいてあったんですかねもうここからどん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 難しくなって、えー、飛行機振りン日本一周世界一周東大もしかめというね技がどん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 ,どん続いていきますので,でちょっとずつでもいいんですけどねもうあのちょっとずつ、えー、昇,昇級していくように頑張りたいと思いますくでまたね舞台とかでイベントとかでまたね、えー 緊張感を味わう練習練習板たあれですけどもお、えー、そのプレッシャーに勝つ予行演習でまた舞台でイベントの時でもやりたいと思いますのでまたあやってるなと思って <laughs> っ,ってくださいよ <laughs> く子供の頃ね実はあんまりけん玉やったことないんでねなかったんでこんな大人になってやるとはねまさか思いもしなかったんでちょっと今あのー、子供の頃楽しめなかったことを今 大人になって楽しんでおります。えー、またね、えー、ごっきゅう目指して頑張りたいと思いますく。はい、というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございますく。